スキージャンプの高梨沙羅がインスタグラムを更新し、スキージャンプのサマーグランプリで滞在したフランスでの様子をアップ。大胆なファッションを披露し、ファンから絶賛の声が届いている。スキージャンプ高梨沙羅、素敵すぎる、大胆タンクトップ姿、写真、高梨は、ハット・ア・ラブリー・ウィーク、と題し、数々の写真や動画を投稿。スカーフをかぶり、 大胆に肩と二の腕を出したタンクトップ姿でボトルを手にしている様子や、へそ出し黒シャツでオフを満喫している模様などを公開している。また、サマーグランプリ第2戦で3シーズンぶりの優勝を果たした高梨は、トロフィーを手に仲間と撮影した集合写真なども掲載している。この投稿にファンからは、スカーフ姿がとってもお似合いです。美人すぎてお似合いです。グレーの服装は、自分に直視できない。 といった声や優勝をおめでとう。こんなに小柄で可愛らしい女の子が世界を相手に戦っているなんて本当にすごいことだな。など、祝福のコメントも届いている。シャープエンタメ9